はい、ガッチャンです。前回のユルカツの報告をします。前回は、えっ、ー、と、11月の12日、えっ、ー、と、いつものところで開催しました。今、前回はですね、えっ、ー、と、元議題の学長、新原先生にお越しいただき、新原先生と様々なお話をしたんですが、まあ、その中で一番強烈に印象に残ってるのは、えっ、ー、と、五村独尊の考えでしたね。 で、えっ、ー、と、いろんな内容をお話しいただいたんですが、その中で、あの、長岡が今後世界の中心になるんじゃないかという強い、あのー、お話をお聞きになって、まあ、参加者メンバーみんな、はへ何って感じで、その後ね、参加したメンバーのほとんどが、えっ、ー、と、ゴソン・ドンの話を聞きに、 あの、エキュラのね、ケサジロのところに足を運んだという経緯があります。まあ、そんなわけで、えっ、ー、と、報告ブログの方では、えっ、ー、と、ゴソンドクソンばかりではなく、こんな話やったよっていう感じのことをさらっと書いてありますの、ね、で、ぜひそちらもご確認ください。ガッチャでした